軽い荷物が届きました。開封します。今回買ったものはパカッ、何なのか少し散らかってます。ん？大丈夫かな。おわ、これはやった、赤い。紹介したいと思います。どうもサボリです。思った以上にいい。これだけあればちょっと買いすぎたかも。今回買ったものは今立ち上げ中のあの水槽。その水槽に使う植物たち、まずはこれチラッと見えてる、これから紹介します。はい、3種類。まずは、あ、山野草の育て方。日本の四季に合わせて成長する植物。はい、山野草です。この季節ね、葉っぱが落ちてると思ってたけど、品種おまかせもみじ、品種おまかせもみじ、もみじ、お前の実力見せてくれ。はい、もみじ。紅葉満開もみじ、これは、失礼しました。やっぱりか。難点、思った以上に良かった。今回ね、どんなものが来るかよく分かんなかったんでね、たくさん買っちゃったんですよ。もうね、これ1個あれば、2つぐらいあればいいかもしれない。何点。続きまして、まだね、ありますよ。まだ赤いのが、これちょっと大丈夫、これは品種お任せ、何か、あ、もみじ、これもみじ、これもみじです。イメージと違った。これからかな。はい、続きまして、これも、もうどれも状態が素晴らしい。おたふく難点、おたふく難点、より赤い。思った以上にいいのが来ました、届きました。三種の神器、おたふく難点。はい、これレイアウト楽しみでしょうがありません。続きまして、まだまだありますよ。買いすぎました。実はね、実は届くまで心配だったんですよ。ということで、保険っていうんですか、さらにね、何点買ってます。こちらも紹介します。これはね、苔玉タイプ、はい、
素晴らしい、完璧じゃないですか。これも完璧、さっきよりもね背が高いタイプなんで、またねレイアウト何か立体的なレイアウトできるかもしれない。こっち、今の季節は冬ですよ。冬だけどこんなにも紅葉が満開、苔玉いい感じです。はい、完璧、難点だらけ。続きましてこれ、これはねハゼの木、あ、なんかやっぱりこの季節葉っぱが、葉っぱがありません。苔玉、ハゼの木、やっぱりねこの季節これが普通ですよ。続きまして、これはねモミジ、苔玉育成キット、これらが付属されてました。テングスに手袋、それと苔玉の土、これですね。うん、葉っぱがない、もうね苔玉になってるじゃないこれ、あれ、ということはこれらちょっとわかりません。そしてあとは苔たち、これらまずねハイゴケ、ハイゴケから紹介します。ここら辺でハイゴケかな、ハイゴケ1パックかける2、おっおっおっ、完璧ですね、完璧、素晴らしい。続きましてうちの砂ゴケたち、かなり衰退したんでまた買ってみました。これ素晴らしい。さらにヒノキゴケ、これはねこのタイプ難易度が高いんですよ。これうちにもあるんですけどあまりうまくいきません、これ難易度高い。さすがに状態はいいチャーム。続きましてこれ、これもリピート、紅葉の万年草、これね、これかわいい、これ前の水槽でね育てたんですけど今絶滅しちゃった、今回またね挑戦します。万年草、荒野の万年草。そしてこれが大水苔、初めてかな、ちょっと色が進んでますけど北海道までの輸送お疲れ様です。色がちょっとくすんでしまってる、大丈夫かな。はい、かなり買ったぞ。
総額11,362円。状態はほぼ完璧。以上、三段の滝紅葉レイアウトに使う植物たちでした。ありがとうございました。ありがとうございました。